まあ、今回、4月と5月でうつきとさつきの試作の方を持ってきてますけれども、トマトを食べたくなるようなジュースっていうところをコンセプトに、やってきましたけれども、無添加で、塩、クエン酸等を一切入れずに、試行錯誤していきましたけれども、そういうちょっと特色あるジュースに仕上がっていると思います。ということで言えば全然違う。